さんこんにちは、鈴田です。関西国際空港に到着しました。今日から家族4人で沖縄の方に旅行に行ってきます。はい、今回はお母さんも一緒に行ってきたいと思います。今回はピーチで行くので第2ターミナルに来てるんですけれども、チェックインまで少し時間があるので朝ごはんを食べたいと思います。で、第2ターミナルは、まあ、正直第1ターミナルと比べ物にならないぐらいレストランとかまあ少ないので、まあカレーかな。銀座ライオン行きます。銀座ライオンに行ってプロントでタピオカ飲みたいと思います。ではあと1時間ぐらいですかね、余裕があるのでゆっくりしたいと思います。バイバーイ。ありがとうございます。お待たせしました、温玉カレーです。料理が来ました。私は温玉カレーにしました。すごく美味しそうです。さつきさんはハンバーグ、ハンバーグ定食です。じゃあ食べますね。はい、いただきます。あんま辛いカレーじゃない。銀座ライオン初めて食べた。あ、でもちょっと辛いわ。タピオカ頼んでます。プロントって第1ターミナルにもありますけども、第2ターミナルにもプロントはあります。タピオカつぶつぶいちごミルクを頼みました。すごい美味しそう。いただきます。おいしい、おいしい。好きなタイプのいちごの味、なんか市販のいちごミルクみたいな味のやつあるやん。いちごとミルク、うん、牛乳の味もする。そう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 、いちごミルクっていうのを買うんじゃなくて分け、そう分かれてんのがあって、なんか牛乳の味もしておいしい。そこに今上がってるんだ。やっぱ捕まえてやるんだよ。柳葉のモノマネして。え、柳葉のモノマネして。柳葉のモノマネして。口のやつ、口膨らませる。そこに今分かってんだ。隠れても無駄だ。なぜ分かった。逃げた。吸い込んでやる。いただきます。荷物の重さが心配で今測ってます。ちょっとこれやって。体重測る、体重測るやつじゃ、これ20までいける。うちの預けるから11。あ、11。よっしゃ、なんとかいけそう。お願いします。ありがとうございます。行ってきます。何なの。
皆様、沖縄那覇空港に着陸しました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。次もビーチのフライトで皆様のご搭乗をお待ちしております。本日のご搭乗ありがとうございました。沖縄に到着しました。お疲れ様でした。無事那覇空港に到着しました。今からはですね、前回同様牧志公設市場でお昼食べようと思ってたんですけど、ピーチが遅延したんでホテル あのチェックインとかの兼ね合いでそんなにもゆっくりしている時間がないということなので、今から電車で牧志公設市場の方に行って、そこで今回またまたタイムズのレンタカーを借りて、ひとまずお宿の方に行きたいと思います。何ヶ月ぶりや。え、11月やろ、あれ行った12月やろ。あ、12月か。1,2,3,3 ヶ月ぶりの沖縄はどうですか？ただいまって感じ。はい、というわけでちょっとね、ピーチが遅延したので予定が40分ぐらい遅れたな。結構遅れた。到着が遅れてたんで私たちの出発も遅れたんですけど、ちょっと予定を変更してレンタカーを借りて宿の方に行きたいと思います。あげ、では沖縄3泊4日楽しんでいきましょう。というわけで那覇空港駅に到着しました。またまたここなんですけど、前回もここで喋ってたんで、なんかここで喋るのルーティンみたいになってるんですけど、ここからですね牧志公設市場まで今回もユイレールで行きたいと思います。ママとさっちゃんが乗車券買ってくれてるんです。はい、ありがとう。那覇空港から牧志まで300円です。歩いています。踊って踊って。キモナッシュ揺られてんで、揺られてんで。使うよね、これ。前回はですね、おもろ町の方でレンタカー借りたんですけど、今回は牧志で予約しているので。踊って踊って。誰の歌ですかね、ほんまに。でも結構飲み屋街って感じです。飲み屋が多いね。海ぶどう食べた。うち食べたことない。あと角煮とスパムのご飯食べた。あ、スパム結び、それはうちも食べた。はい、まず沖縄1食目、こちら国際通りにあるフォンタナジェラートさんでジェラートを食べたいと思います。レンタカーが16時からなんですけど、あと20分ぐらい時間あるので、まあちょっと小腹満たす感じでジェラートおやつに食べたいと思います。サチのバナナ、それない。私ミルク、ミルク、サツキのね頼んだやつ、なんだっけ、レインボー、レインボーミルク見せて。すごい。そしてベニーもいただきます。いるわね、ミルキーな感じのベニーも。すごいよな、綺麗よね。うん、美味しい。レインボー冷たい。やっぱみんなレインボーミルク、ミルキーランバーなんて。早くミルクやな。うまい。ドラゴンフーパーって色の割に味シンプル。ママがどうしても雪上ソフトを食べるとごてたんで買いました。どう？嬉しそうやな。美味しい。雪上ソフトいただきます。すごい。おいしい。塩やね、塩やね。
こんだけブルーやんにゃ、わさび？やっぱ沖縄やったらシークワーサー。ダイナマイトジュームハイビーですね。でもいいんじゃない。雪ジオプラスで、雪ジオプラス安定や。これ羨ましい。もうちょっといいかな。なんかすごい。いただきます。いきますね。あ、結構きつい塩や。あんまかけすぎるとちょっとしょっぱい。じゃあ次さ、チョコクリームもあるよ。抹茶かけて。あつきさんは抹茶。どんだけ、どんだけです。食べて。美味しい。抹茶やけど塩。あ、基本全部ベースが塩やから、あんまりかけすぎるとあかんや。この雪塩プラスはやっぱすごい、ちょっとかけすぎたからすごいしょっぱかった。あ、一言言っていい？そのままが一番美味しい。ここでタイムズシェア予約しているので、多分。車が用意されていなかったらもう、はい、あれや、おでみちゃん、あれおでみちゃん、私が乗ってる車と同じ形。同じやん、運転しやすい。これほんまにね、松田のデミオ、おでみちゃん運転しやすいです。松田の回し物がおる。今からお父さんがタイムズシェアの方法を教えてくれるということで、後ろにタッチというところがあるんですね。ガチャって言ったで。言った気がする。そのカードは事前に作らなあかんねんな、うん、会員証は事前に作っていただかないといけないんですけれども、まあ、作った上で車を借りるときはこの後ろにタッチというところがあるんで、ここにタッチしていただくと鍵が開くような仕組みになっております。さあみんな荷物を積み込め。さあちゃんチャイルドシート乗って。無理。音楽がないと運転ができないのかというぐらいこの2人は Bluetooth をつなげるのに必死になってます。なんとですね、宿がナビに出てこない。新しいからかな、それかあれか な, かな、個人経営系やからかな。どうなんやろ。そうかもしれんな。 BGM がすごいですね。そうですね。はい、今ですね、借りたタイムズのレンタカーがガソリンが全然入ってなかったので今給油して、なんとそこにエンダーがあったんでテイクアウトしてきました。どうですかドライバー。お父さん、ドライバー、ちょっと長旅なんでね、こうやって食べながら行くのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、そうですよね。はい、はい、では今から出発したいと思います。テラスハウスよ。なんかパパとテラスハウスもなんか嫌やな、面白くない。A&W のチーズバーガー、美味しい。あ、何してんの。ポテト落ちた。この自分が家で乗ってる車があると楽やん、慣れてて感じ分かるもんな。うん、前前調子乗ってクーパー乗っても後ろあったへんって言ってる。慣れなの。でジモティの予感。右方向です。え、こっちから行ってもいけるはず。距離だけで考えよるこいつ。おー見て、オーシャンヒルズ工事直進、直進左斜めの、そんここはこれや。左方向です。ジモティ、およそ1000フィート先、目的地は右側です。あれや、おおすごい、わ海見えるわ、めっちゃ見えるやん、すごい。目的地は右側です。ここや。お疲れ様でした。すごい。はい、というわけで私が今回の沖縄旅行で楽しみにしていたうちの一つ、お宿に到着しました。後ろ皆さん、小売大橋最高ですね。
今回ですね、宿泊する場所、お父さんが今カメラを回してくれてるお父さんが選んでくれたんですけれども、ありがとうございます。今から夜ご飯食べに行きます。はい、こちらのオーシャンヒルズ小売さんのオーナーさんに美味しいお店を教えていただいたので、そちらに行きたいと思います。今日はですね、到着して宿に着いて夜ご飯食べてぐらいしかできなかったんですけれども、泊まるとこもいい感じで楽しみですね、今日からね。じゃ車でここから20分ぐらいみたいなので行きたいと思います。注文した料理、こちらじゃあ、ラフテーです。いただきます。念願の、あぐー、柔らか、おいしい、すごい柔らかくて美味しい。すごい出汁がもう染み込んでる。今回宿泊しているオーシャンヒルズ小売さんのオーナーさんがおすすめしてくださったお店で、シーズンになるともう予約も取れないぐらい大人気のお店らしくて、今日はたまたま4人空いてたんで入れたんですけど、お店めちゃめちゃ人多いです。三線とか民謡のライブもありますので、その時間に合わせて来られてもいいと思います。今日は19時半からでした。店の名前はシャンプルさんです。 OK ですか、行きますよ。じゃあ手拍子からよろしくお願いします。と思って買ってきたんですよ。はい、乾杯。水ですけど、ふぅーくーポーク卵おにぎりノーマルな方へ食べていきます。これが楽しみなんですよね、いつも。まあそれはね、こんな時間に食べない方がいいの分かってますよ、それは。もう旅行の時はもうそんな関係なし。はい、こんな感じ。ではいただきます。安定の美味しさやね、これ。おいしい。そう、これ食べるためにね、夜ご飯、白ご飯を抜いたんですよ。あ、ちょっとタコライス食べたな。こういう感じでね、雑談って言ったらあれですけど、なんか振り返りみたいな、とか試食とかいろいろやってるじゃないですか。ね、やってるんですけど、動画ご覧いただいている方はね、まあ、いつもの時間来たなっていう感じで、まあ、いつもこういう風にね、ちょっとペシャペシャ喋ってるんですけど、なんかこう、これなんかいいタイトルないかなと思って。どう思います？これにタイトル欲しいなみたいな、ちょっと個人的に思って、なんか鈴鹿の何々みたいな、夜のなんかみたいな、そういうなんかいいタイトルないかなってちょっと考えてて、別にコーナーとかそんなんじゃないんですけど、あ、始まりました、今日もみたいな、そういうのにちょっと言いたいなみたいな思って考えてるんですけど、なかなかパッとしたのが浮かばなくて、思い浮かんだ方はコメント欄で、ちょっと名付けていただきたいと思うんですけれども、はい、というわけで本日そろそろね、寝たいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。沖縄 Day 2でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。
さんはどこにいるでしょう。探してみてください。そう、ここにいます。一人チェックインを頑張っています。